まあでもね、市民役、わずかな、まあ、セリフというのがあったんですけど、まあ、山口先生から一応そこ当日、ね、はい、あの撮影本番ほんま直前なんですけど、あ、赤弁え、赤弁何ですかそれって感じで、うん、そうです。僕は今回の映画がそうですね、現代パートで現代パート、ね、現代の赤弁やから、そうですね、唯一本当の言うかな、赤弁そうですね、お願いしたのは山口さんね。あ、そう、僕だけだったんですか。そうです。そうちょっと今赤弁入らへんかなと思って。そうだったんですね。あんだけ皆さんおっしゃるから、どこかでその赤弁が入ってるのかなと。だから榎木さんにお願いしただけなんです。あ、そうですか。いやいや、もう本当にその時ね、本当ちょっと冷や汗っていうか、ほんまわずかなら、もう本当言葉ないですよ。一応市民役でね、まあ、ちょっとガチャガチャ書いてますけど、ちょっとガチャガチャ書いてますけど、なんとか地域の経済のことも考えないと、市内の全員がのたれ死にしてまうぞと、してしまうぞというところをですね、なんかデーションだっていう、言葉に変えてほしいと山口先生からご依頼があったんですが、デーション、まあ、デーションという言葉で多分この間の本当のその赤弁の本当のテーマで言ったらで何ねえいう言葉になるんですけどね。そうです、そうです。だからその時ね、どういうことやみたいな意味ですね。でも本当ね、もう本番直前だったんで、ま、あ頭がねちょっとこう回んなくなって、だからそのテーションが抑揚、まあね、役者さんやってる方々またご存知の抑揚からもその、どこら辺に力を入れてどう、いうふうに言葉をこう出せばいいのかなっていうのが、たったの一言がね、そうなんですね。難しいですね。デーションなデーションな、なんかどんどん頭がデーションなデーションなデーション、で、そのデーションなで、地域のことも考えると、どうこう、つながる、本当つながるんですか、先生とかいう話をしてて、で最後、最後じゃない、本番なって、で本番のほんま数秒前というかね、もう一遍その僕 の、 あのいるところに来られて、そのデーションの前にみんなっていう言葉を、皆さんっていうみんなっていう言葉をちょっと言いづらかったらつけてください。で最後に先生がね、まあ、これ、まあ、言いにくかったらもう台本通りでいいですからって言われたんですよ。逆にいいのか、待てよ。でもこうね、役所としてはやっぱたった一言でもこうね、脚本家先生からご依頼があればやっぱりそれに答えなきゃいけないと思うんです。なのでとりあえず先生に言われたように、みんなテンションだで地域の経済のことも考えないとっていうふうに、前のスタッフってその声量変わった時のこと知ってはったんですかね。ちょっと僕それはね、いや分かってないですもん、ね、分かってないらしいです、うん、でも現場は僕ずっと見とったけど誰も止めなかったですね。そうですね、止まらなかったですよね。だから多分先生がこういろいろ言ってあるから、まずみんな横から口出さないなという、まあ、まずセリフ自体は僕確認とっとうからで止めへんから、セリフで止めなかったね。そうでしょうね。まあ、これを後で編集そう、うまいことになってるのかなと、まあ、一応モニターチェックはさせていただいたんですけど、もうこれだから言ったことないセリフ、あの言葉の、はい、まあ、アコーベンだから、はい、全くこの雰囲気つかめなくって、どうなのかなという、まあ、でもアコの方がちゃんとね、理解というか、もうちゃんと言えてるやんっていうふうに言っていただけたら、まあ僕もまあありがとうございますということ。今回まあ阿古舞台が多いんです。阿古舞台の映画化で唯一の阿古弁、その一言だけなんです全体で。
あ、そうですか。あの赤尾弁ね、そこだけです。赤尾の方がね、はい、映画を見られて、そうどっかで入れることできひんかなと思って、で、江戸さんにお願いしますということで、一言だけ入れてもらった。皆さんね、その今のこのテンションなっていうその赤尾弁、これだけでこんだけのね時間取れるんですよ。いやもうね、これだけの話だけでもね、いや本当忘れられませんもん。なんか本当ね、大きい撮影とかで、あの本当役者さんね、いろんな方言とかずっと喋ってある方だったらもう大変やと思いますよ、本当でしょうね。もうこんなでもうヘロヘロだったらね、飽きませんからね。今回は、まあ、僕は赤穂で、赤穂弁のお願いやから、多分地元の赤穂の人にとっては簡単な言葉なんですよ。そうそうそう、ね、そうでしょ。で、それをお願いします。だから、簡単な言葉やから簡単にお願いできるんやけども、で、まあ、デーション、まあ、赤穂デーション祭りあるように、デーションという言葉ね、代表的な赤穂弁で、で、それを、言ってもらおうかなと思ったら、最初やっぱりね、聞いた時ね、違うんですよ。あれそうそうそう、気持ちよくよく、全くわからないから、うん、どういうふうな、うん、言い回しでも、もうあれから先生に言われてから、もうぐーっとブツ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 、でしょ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 、そればっかり、そればっかりになるから、その後のセリフと、つながってるのか、つながってね、つながってないのか、わからない状態の中、毎日してしまって。から、まあでも不思議ですよね、方言、その、喋って、この、こう、芝居するのも。いやどうね、まだまだ、またひょっとしたら、ね、方言いろいろあると思うんですけど、そう、まあ赤穂の人の見どころとしては、一言だけ赤穂弁が入っとうから、その時赤穂の人が何言ってるかね。まあまあでもね、赤穂の皆さんが、ね、見られてから、これちょっともうちょっとこういうふうにいいよというふうに言ってもらうんでした。またそれまたね、あのご意見、いや、赤穂の人みたいに100点満点のその言葉の使いようはもう不可能なんやなとは思いました。それ100点満点はね、微妙に、あどこか違うという感覚はやっぱり持つんです。赤穂以外の人が言えばどこか違うんです。なんとなくですね、赤穂の人が日常会話でパッと喋っても違和感ないんやけども、どこかなんとなく違うという感じはどこかにある。うん、どこ上のかわからないです。ただやっぱり赤穂の人はないんやな。そうでしょうね、はい、まあ、東京の方か大阪弁者とちょっと気色悪いような一緒、はい、でね、なんか間違いとも言えへんないけども、なんとなく違う、うん、微妙な感じ、ね、そうです。でもそこまで、まあ、それはもう OK やなと思う。あ、まあ、それは OK やな。まあ、一応意味がね、ここが完全に違うぞいうにやったらね、もうちょっとこうしてくださいいうのあったやろうけど、はい、それでいいですいうのは、うん、指摘する箇所がわからないです。まあでもそれで違うけども、でも、うん、どこが違うのわからないです。まあそれでね、この人が聞いたら違うというだけで。OK いただいたっていうことで、ね、はい、いやでも本当にちょっとね、本当和子の方々ね、作品仕上がってから、うん、まあ、そのシーンカットならないですよね。ならないでしょそこはね。なかったら多分その、うん、方言を喋ってる和子弁を喋ってるところあるんで、それぞれ皆さん、ほんまワンシーンですけど、一瞬ですけど、はい、気づければ、気づいていただければ、一応意味伝わっていただければ幸いだと思います。